絶対流れが分かりやすかったので、あとで流れが分かりやすかったから、あとで見返したりするときはすごいいいのかなと、自分は思いましたけど、なんかやっぱり、ちょっとマイナス面というかに関してはなんかちょっとスライドで前後してたからなんかあれ準備不足なのかなってちょっと思わせちゃうかなっていうのはちょっと思ってる。それ以外はすごい分かりやすかったのでよかったかな自分は思います。あとなんか感想みたいな質問とか年が来たもんね何か質問ある人いますか？聞きたいこと。なんか私は逆にちょっと流れがちょっとつかめなかった。つながりがなんかよくわかんなかったところがあって、あと前のショーからの、それは私が前発表した時もそうだったんで自分も。反省してるところなんですけど、前のショーとのつながりとかってないのかなって思って、そういうところをちょっと思いました。なんか前のところって多分4、何だっけ、4C のと、4P じゃなくて、あ、違う、なんだっけ、プッシュ戦略とか。あ、プッシュとか。あったらこれはその製品を売るときにどうプロモーションするかとかそういう話で、これはどちらかというとその製品を開発する上でいいものを作るとかっていう時点の話なので、どちらかというとこれが終わってからその話その前回のどう宣伝していくかにつながるのかなって思います。なんか報告が結構俺だったんだけどいいんだったから、スタイトリーとこれは本当に製品の初期段階開発前とか開発 し終わってすぐとかもこれあの段階の話だと思うんで、これは初期はないめちゃ話だな。評価書かな、話じゃないかな。アルファテストとベータテストの注意点みたいなのを聞き逃してしまったので、そこに注意点はなかったな。それは忘れた。多分展示会、展示会はなんかすぐやらないとみたいな感じで、そのアルファテストとかベータテストをする対象の中に結局評価書とかが含まれてない状態で行うものだから、あんまり自社の情報展示会よりも出ない。いや、そのアルファテストに関する注意点はないって思いますか？その2つ、あ、その2つ、これのテストをする、テストをするときにおいて注意点はあるのかな、ちょっと疑問に。そのアルファテスト、ベータテスト、展示会の出展が A 列で紹介されているなら、こんな感じで。その結局、逆にどういう、顧客がどういう反応をするかとか、こうしてほしいとかっていう意見が出る中で、やっぱりそういう意見を出してくれる人を選んでても、それでも望んでるものを出してくれない人も必ずいるわけだから、ある一定数、例えば150人の対150人の意見が聞きたいってなっても、結局集められたのは100人でしたとかってなっちゃう可能性もあるから、そういうところ、人数とかも結構、本当に選ぶところ、顧客、どういう人にやってもらうかっていうのも大事なのかなって。新鮮みたいなところが、マッチで。スパイとかいたら、どうしようもない。割引目的とかで行きそうですもんね、試食品とかさ、来るだけ食べて。その試食とかはそのアルファテストとかとは違って、
してくれて、あ、おいしいってなって買ってくれるんだったら、それはこっちが求めてるもの、そしてその製品も売れるものだから、いいのかなと思います。あのスポンジのやつ、スポンジのジャケット例を持ってきてくれたのはすごく分かりやすいし、いいと思ったんだけど、どうせだったらその今までのやつと何が違って、ちょっと目的からずれちゃうかもしれないけど、今までのやつと何が違って、そのどういうとこがそのプラスになって、そういうことがなんか傷つけないとか、そういう説明あったらちょっと分かりやすかったかな。そうだね、効果のお皿が傷ついちゃうのが嫌だから、自分で傷つかないように作ってほしいなって思って。素材が傷つけない素材かなのか、あ、でもそのスポンジの中身の素材が変えたのかなって思うんですけど、スポンジはなんで傷つけないなんか、やっぱ今まで傷のスポンジが傷つくのが、もう製品、新しく傷つかないスポンジを開発したってことは、なんか改良点があるはずじゃない。それがなんか、せっかく例持ってきてくれたんだったら、こういう点が改良されて、傷つかなくなったみたいなのがあったら、もうちょっと納得できたかなって。それは素材なのか、作り方で。一個気になったっていうか、聞いてる立場からして、自分はそっちに立ってすごい多いんだけど、やっぱり聞いてる方からしたら、分かんなかったんですけどっていうのはあまり言ってほしくない。それはちょっとどっちもなんか合ってるかよって感じかな。自分もすごい多いから気をつけなきゃいけないんだけど、そっちもちゃんとそこは気をつけていきたいなと思います。どこが最初に作ったのかっていうのはちょっと分からない。この会社のホームページで調べたんですけど、なんか私が最初ですとかも書いてなかったので、どうさ、向かう向かう両手の上に向かう実は何か分かんないことあったらまたこれもあげるし、クラスレベルにその時にまた聞いてって感じで。あと、似てあるんですけど、1点目は、テストマーケティングの目的は分かったんですけど、もうちょっと具体的に、いや、言うと、どう思ってますか？具体的に、絶対にした方法は書いてあるんですけど、テストマーケットの目的は分かるんですけど、ただ、実際にやるときなんて、さっき言った事例のときに、必ずそのまた目的ってなってるんですよ。つまり、ある商品が出たらこれを満たそうとか、やっぱり、こういう評価基準だったら満たさないとか、そういうような基準みたいなのがあらかじめあって、それでマーケティングを行うと思うんですけど、その辺のことは書いてあるんですか？その辺のことは、あんま機会じゃなくて、その方法と、ちょっと2点ぐらいしか書いてなかったんですけど、評価基準とかはちょっと分かんないんですけど、多分この結果を専門の会社に委託するっていうのがあったんで、多分そういうところで評価してもらって、なんか自分これからのマーケティング戦略に生かすのかなとはちょっと思ったんですけど、必ずこれ例えばマーケティングマーケティングやって必ず満たすとかいらないじゃないですか。そうですね、まあ一応書いてあるから
まあ、今の話聞くと、なんか全部売り出すことを前提にやっているように思うんですけど、まあ、そういうこともあると思いますが、必ずダメっていう評価基準があって、まあ、それでは多分、株からテストするということです。そうだと思います。わかりました。まあ、じゃあその辺は、あとは機械を使うっていうところですけど、はい、それもよく分かってくると、前との違い方がして、これですか。そうそうそう、別に機械を使うってことは、でも結局はやるわけじゃないですか。ちょっと販売してみるとかっていうことでしょ。教科書の時、俺の方がなんか実際に調べて、教科書やなんか機械を使ってやる機械だったんで、自分のイメージで勝手に押すとかが近いのかなと思ったんで、まあまあ、データがいっぱいあるってことですかね。多分そうだと思います。データというか、この目的をいっぱい集めて、はい、それで、まあ、あと一定量集まったら、はい、コンビニが集まってということですね。なんか陳列のできる、まあ、管理ができるなんか陳列だとか言ったら、店とかに行って、はい、一部、一店舗だけじゃなくて、他の店とかの棚とかを、なんかそういうのいっぱい使って、こういうことやるのかなって。大規模にやる。はい、感じです。わかりました。はい。まあ、いいですよ。ありがとうございます。はい、以上です。次の人、あ、もう一度はい、お疲れ様です。遅くは、もう停止のことを話すと思います。とりあえずこっちに全部入れておくじゃあ、なのでこれ、スキンカットの時はこの辺のキャンプでここじゃなくて、ここの中でもいいんだよ。それはあの、ジムの時か、医学の時とか、オッケー、オッケー、オッケーから、じゃあ、始めます。